はい、生のキッチンです。今日はリクエスト届きました。ありがとうございます。ヤオバクの SD ジジーズさん、ありがとうございます。旬の株、料理上手に料理できませんと、はい、煮すぎて崩れたり生っぽかったりして、できればご飯のおかずになるようなレシピ何かないでしょうかということで、はい、横須賀さんお願いします。はい、SD ジジーズさん、ありがとうございます、はい、今日は株を使ったお鍋ご紹介しましょうね。雪が降ったこういう寒い日にはおすすめなんですけれども、煮すぎないように工夫もしてます。材料です。はい、今日はね、干物と組み合わせるんですけれども、お好みの干物用意してください。こちらでは塩酒、それからししゃも用意しました。あと昆布結構たっぷり使います。都合60センチぐらいですからね、たっぷりですね。そして高野豆腐、かぶは大きめ3個です。その他に長ネギとか柚子、あとは三つ葉などご用意ください。調味料は昆布とそれから干物からいいお味が出るので、お塩、醤油、お酒で OK です。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では早速作っていきましょうね。まず昆布なんですけれども、いろんな形のありますね。もともとこんな長い60センチぐらいのもありますし、小さく切られてるのもあります。お好みの昆布使ってください。お水に、20分ぐらい浸しておくとふやけてきますので、そしたら食べやすい大きさに切れば OK ですね。今日長いの使って切ってます。さあ、一つ目のポイントです。はい、出るか。はい、お汁多めにしてください。昆布が吸うんですよ。あとこの後高野豆腐も入っていきますので、あと干物もそうですね、お水吸いますのでたっぷり用意してください。おいしいお出汁になりますよ。さあ、そしてこちらいきましょうかね。干物、鮭とそれからししゃも用意しました。これ一度焼いてくださいね、ポイントです。はい、焼いた干物です。生のまま入れてもいいんですけれども、やっぱりどうしてもね、匂いが出やすいので、香ばしい香りにするために一度焼いてください。前の日の残りの鮭でも結構ですよ。これはね、ししゃもとかちょっと残ったら取っておいて、それを加えてみてください。あとは戻して切った高野豆腐、そしてカブです。カブいきましょう。カブはね、葉っぱと切り離しまして、これ大きいのを薄切りにしたんですけれども、小さじ3分の1ぐらいお塩を振りかけてください。そしてちょっと揉みます。こうしてしんなりさせましょう。そんなにね、一生懸命揉むと崩れてしまいますので、ちょっと半透明になりかけかな、浅漬けにしたらちょっと甘いなっていうくらいに、こうやって絞っておいてくださいね、ポイントです。はい、程よく水気が抜けてシコシコした食感になるんですね。これお鍋に入れるとこれがね、ある程度残りますので、グズグズに崩れたりしませんので、おすすめですよ。これ一手間ですけど、やってみてくださいね。さあ、ここまでできたらもうお鍋いきましょう。はい、沸騰してきました。で、SD ジジーズさんのために無駄なく使っていきましょう。カブの葉っぱも使いますね。せっかくですからね、残してしまったらもったいないですからね。残すというか捨ててしまうとね。はい、入れていきます。鍋に入れます。あ、そしてね、この際に味付けしておきましょうか。お塩とそれからお酒が入ります。干物が入るのでね、匂い消しにちょっとお酒も加えてください。さあ、そして高野豆腐入ります。はい、そしてカブです。で、カブね、絞るとこんな感じでお水出てるんですよ。見えますかね、見えますか。ほらほら、これね、こういうの、これも全部入れてくださいね。残してはもったいないので全部使っていきます。はい、カブが入ります。そうしたらこの焼いたこちらですね。はい、鮭いきますよ。ここからすごい味が出るんですよね。はい、ししゃもです。いろいろ試した結果ですね、イワシはね、途中でお腹崩れてダメですね。まあ、旨味が出るっていうことには出るんですけれども、ちょっと色が悪くなるので、ししゃもみたいなこうさっぱりしたのおすすめですね。はい、で、2分ぐらい煮ていってください。ちょっと蓋をずらし加減にしてね、2分ぐらい煮ていきましょう。そうすると、はい、今こちらです。いい感じにね、この色が抜けてきたのは旨味も出てる証拠ですね。もう仕上げいきましょう。はい、ちょっとお醤油垂らしますよ。あ、味を見てみてくださいね。足りなかったらちょっとお塩するとかね、してくださいね。カブなのでそんなにたっぷり醤油いらないです。はい、ネギ加えて、本当にいい出汁出てますよ。
あとはお好みでね、ちょっと三つ葉なんか添えてみてくださいね。でご飯に合うおかずということだったんですが、これご飯進みますよということでご飯も用意しました。はい、完成です。やったー、ご飯もあります、うん、今日干物とカブの鍋です、はい、さあお出汁がどういう風に出てるのか楽しみですね、はい、これね、はい。